施設外環道の駅米沢は山形県米沢市にある主要地方道米沢高畑線の道の駅である。2018年4月20日にオープンした。2015年1月に国土交通省が関係機関と連携して重点支援し地域活性化の拠点とする重点、道の駅に選定されている。米沢市では2017年度に開通する予定の 東北中央自動車道本線上へのサービスエリア、パーキングエリアの設置を要望していたが、福島ジャンクション米沢北インターチェンジ間は、国土交通省管轄の進捗滑区間で整備されることになり、SA、PA は設置されないこととなった。そのため、道路利用者の安全性の確保と利便性の向上、さらに地域活性化を図るため、同志は地元住民、経済界、 おいたま地域の市長、県東と一体となって、追加のインターチェンジ設置を要望し、米沢中央インターチェンジが主要地方道、米沢高畑線に接続、設置されることになった。このため、SA、PA の代替施設として、一般道路、高速道路を含めた、道路利用者のための休憩機能や、情報発信機能、地域連携機能を合わせ持った道の駅を、 同インターチェンジ付近に設置することとした。管理、運営は、米沢市と30の企業、団体が出資する、第三セクター、株式会社アクセスよね、沢が行う。また、道の駅建設事業への市民の参加意識を盛り上げる、ため、総事業費、約22億円のうち2017年度の市、負担分の範囲内で、住民参加型の公募債を発行し、 建設費の一部に充当する方針である。当駅の建設に伴い、2015年度から2016年度にかけて建設地とその周辺に位置する長谷城遺跡と元立期堆積において、山形県埋蔵文化財センターによる発掘調査が行われた。ありがとうございます。